作業員のしゅん。なにこいつ、ブロロ車のやついたじゃん、やばいぞ。組のリーダーみたいな人、炎組みたいな。あれもなんか機械使ってきたよ。なんか今回機械ポケモンみたいの増えたのかな。人に作られし悲しきポケモンたちみたいな。あ、そうそう、炎弾だっけ。え、炎組じゃなかったっけ。組、あ、こいつだこいつ。あ、トロッコンの仲間たちがいる。列ごしよ、水で。え、何なんか近づいてきたんだけど。何なんかすごい近づいてきた。あ、あれの進化前、あれ進化、これ進化するとあれになるの。やば、車なの。車になるなら乗りたいけどね。人間に改造された悲しき姿。歴史は繰り返されるのかしら、ミュウツーから。悲しいや。ポケモン結構闇深いよね。いろんな設定があって、ポケモンに作られしポケモンっていうね。そういうのがあるんだよね。最近さ、わかんないですけど、昔のポケモンとか見てると、ごめんね、すごい解雇中みたいになっちゃうんだけど、昔のポケモンは深かったんよ。そのなんだろうな、改造ポケモンっていうのが出てきちゃって、そいつが人間を憎むとかね、そういうテーマ性があったりね、なんなりしたんだよな。今さ、ポケモン見るとそう、びっくりしたんだけど、最近のポケモン映画の中でも私はね、ケルディオって知ってる。まあケルディオってポケモンがいて、ケルディオはね、びっくりしたの。強くなって敵をぶち殺すって、もうそれだけだった。あの、何の葛藤、まあ、一応葛藤はあるのね。自分は弱い、俺は弱いっつって、作中の中でその三重士ってやつらに鍛えられて、まあ、強くなるみたいな流れはありつつ、でもなんだろう、パワーで最後まで、別に心が成長したとかじゃなくて、ただ強くなって終わった。そういう時代ないやなみたいな。マジで。でも確かに、あの頃私たちが見ていたポケットモンスターって結構怖かったね。そう、ブラックな部分があったんだよね、設定の。でも今は分かんないけど、子供たちに配慮した結果なのかな。なんか良くも悪くもまっすぐなのね。まっすぐまっすぐすぎて展開読めちゃうんだよね。昔時の狭間とか、なんか時空の狭間にいるポケモン、神となんちゃらの対立とか、愚かな人間のなんか起こした天罰とか、いろいろあったんだけど、今はもう、僕はケルディオ強くなりたいんだ、あいつを倒すぞみたいな。あー、そうか、わかりやすいんだけどね。わかりやすいんだけど、もう私は子供なりに難しいのを見てて満足してたよ。わかんねえけど、子供って中二病心くすぐられるの弱いしさ、なんか神とか言ってる、あ、かっけーみたいになるじゃん。考えようってなるじゃん、わかんないなりに。それも大事だと思うんだけど、思わない？ねえ、ケルディオ一番人気ないの。やっぱりちょ、申し訳ないんだけど、やっぱり私ケルディオ見に行った時びっくりしちゃって、あのケルディオってキャラクターがいるんです、まあ、伝説ポケモン枠で、なんと声優さんが中川翔子さんということで、ケルディオの声ね、喋る系のポケモンだったんだよね。だから私見に行ったのよ。で、期待してたのは、あ、そう、セレビーとか、そう、セレビーも深いんだよね。そういうのかなって思って行ったら、マジでなんか、僕はケルディオ、強くなるんだってずっと言ってんの。ずっと、強くなるんだ。その、そうか。火力を追い求めるポケモンなのね。まあ、そうだろうけど。で、心の強さとか言ってるけど、でもそれの割には別になんか、なんか葛藤があるわけでも特になく、とにかく強くなって終わった。わかりやすいけどね。私はそうかって思った。おお、光ってる。隊列。まあいいかな、隊列。そう、だからそう、浅いって多分子供が見ても分かっちゃうと思うんだよね。あ、そう、教訓がない。そうね。そう。